サテライトトランジットシステムはシアトルタコマ国際空港にて運航されているオートメーテッドピープルムーバーシステムである。元々は1969年に開業しており STS システムはアメリカ合衆国で2番目に古い空港ピープルムーバーである。APM はシータック空港メインターミナル及び南北サテライト間を迅速に旅客輸送を行うために設計された。当システムは 1400万ドルの総費用をかけて、1969年に開業した。最初のシステムは、9両の車両からなっており、増備分の3両は1970年代半ばに増備された。当システムは、毎時14,400人の乗客定員をび、最高速度時速 43km での移動が可能なように設計された。 最初の STS 車両はウェスティングハウスによって製造されており、102人の最大乗客定員を有していた。二つの環状線の平均移動時間は3.3分、シャトルは1.8分であり、各車両は毎年7万6千キロメートルの走行距離になると推定された。1999年に、 シアトル港は STS システム全体を1億4200万ドルで完全整備することを承認した。整備には列車、制御、電源、駅、非常換気システム及び維持保守向上などを含む当システムのすべての面が含まれていた。アップグレードと近代化は2003年に完了した。21両のボンバルディアイノビアアップム100車両が 全自動運行のためのシティフロー650、信号技術及び無線通信ベース、列車制御システムを使用している。STS は空港の警備領域内に位置している。当システムはメインターミナル及び南北サテライトターミナルから伸びている4つのゲートコンコースをそれぞれ取り扱っている6つの駅からなっている。各駅にはプラットフォームタンドアが設置されている。 当システムは南北サテライトターミナルを取り扱う二つの環状線及びメインターミナルに二つの環状線を結ぶ三つ目の路線からなっている。2003年の革新の一環として公共アート計画が整備計画の範囲に含まれていた。メインターミナルの南駅ではナンシーブラムによって作成されたアルミニウム及びアルミニウム 樹脂混合物で成形された56以上の一連の花が特徴となっている。メインターミナルの北駅では様々な旅行者の代表とするカレーン・アンツによって作成された9つの一連の絵画となっている。ありがとうございます。